グレーズハーバー軍はアメリカ合衆国ワシントン州の東海岸部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は72,797人である。軍庁所在地はモンテサーノであり、軍内で人口最大の都市はアバディーンである。軍名は軍南西隅に近い大きな川口湾グレーズハーバーの名前から取られた。 1792年5月7日に、ボストンの毛川公易業者、ロバート・グレーが、ブルフィンチ・ハーバーと呼んだワンに入ってきたが、後の地図制作者が、シェヘリス・ワンと名付け、さらに後にグレイズ・ハーバーと変えられた。グレイズ・ハーバー軍は1854年4月14日に、サーストン軍から分離して設立された。当初は、シェヘリス軍と名付けられていたが、1915年から、 現在の軍名になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2224平方マイルで、あり、このうち陸地は1917平方マイル、水域は308平方マイルで、水域率は13.83%である。モンテサーノにあるフリート公園以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グレーズハーバー軍は、 国内でも最も一貫して民主党を支持する軍である。大統領選挙で見れば共和党がこの軍を制したのは1928年のハーバート・フーバーが最後だった。知事選挙では1964年のダニエル・ジェイ・エバンスが最後だった。アメリカ合衆国会員の選挙ではワシントン州第6選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス5となっている。 衆議会では、第19、第24及び、第35選挙区に入っている。合衆国会員の1人、上院の3人、会員の6人の議員すべてが2011年時点で民主党員である。ありがとうございます。